はいどうも、沢田信也です。やめです。ええー、今回からまた、無料の漫画をいくつか紹介していきたいなと思ってるんですけど。はい。最近配信が立て続けに連続で配信されてるんですけど。はい。いかんせんこんなご時世なんでね。うん。明日はどうなってるかわからないんで。<laughs> はい、ま。もう撮った分は取っただけ出していこうかなと思ってますんで。うんそうですね。まあ聞く方はね。はい。あのー、聞ける状態の時に、うん。まあ聞きたい回から聞いてもらったらいいかなと思ってます。うん、はい。いうわけで今回紹介したいのは、 えー、サンデーウェブリという無料漫画アプリで連載している。うんはい、猫暮らしのゲーマーさんという漫画を紹介したいと思います。はい。まあもう、内容というか、設定とあらすじはとても簡単で。うん、まあゲーム大好き OL が猫を飼うっていう。うんうん、まあただそれだけの漫画ですね。うんうん、そうですね。それがひたすら毎回続つつくっていう。うん これ、何話ぐらいまで行ってんのかな年情30話ぐらいってありますかねえ結構行ってるんですね。うん。まあ、その30話、うん、だいたい猫とのエピソードです、ね。<laughs> 全6回発売中ってなってますね。うん、結構長い、まあ。単行本も何冊か出てますからね、うん。うん。ずっとじゃあ、ちょっと1話読んだんですけど、この感じがずっと続く、うん。続きます。ずっと続きます、ね。最近は2匹目が増えているっていう。えーうん、やばい。<laughs> やばいですね。まあ猫、まあうちも猫飼ってるんですけど、うん、まあ猫飼いからするとあるある、まあね、まあ猫あるあるが毎回繰り返されるような感じですね。うん、なるほど。他、まあの主人公の、うんえー、小桜リコっていう名前の女の人なんですけど、うん、このリコさんは、うん もう会社も定時で終わって、ダッシュしていいかやってゲームするっていう生活がルーチになってる、うん、もうゲーム大好きっ子なんですけど、うんうん、まあ猫がいるので、はい、ま,ままならなくなる、ね。<laughs> なんか初回ではものすごいテレビ前に、 めちゃめちゃゲーム機がある様子が描かれてますけど、うんえー、これがままならなくなるんですかまあだんだんとままならなくなったりするっていう。まあ、そういう猫あるあるですね。えー、まあ猫って言っても巻きままなんで、うん、犬みたいにこう飼い主の言うこととか聞かないし、うん、なんか家を毎日こう,うろ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 うなんかしてるわけじゃないですか。時としてその猫の取る行動ってまあ人間からするとなんでそんなことするのっていうこととかするじゃないですか。うんうん うちの家の猫もなんかテレビ見てたら、うん、なぜかテレビの前に座るとかね。<laughs> そうそうそう。パソコンでなんか作業してたら、うん、なぜかモニターの前、キーボードの上に座るとかね。そう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 。そうそうそうまあ構ってくれっていう、うん、アイフィールなんかもしれないですけど、はい、まあ人間からするとわからんじゃないですか。うん、っていう猫あるあるが、毎回繰り広げられるだけのままです、ね、<laughs> それなのに飽きずに読めちゃう。そうですね。 まあ、猫害やから読み続けられるんかもしれないですけど、まあ、猫を興味ない人が読んで面白いかどうかがちょっとわかんないです。<laughs> 猫好きには、じゃあ、ちょっとたまらん感じで。もうとても可愛いと思いますよ。なんか最初、子猫から始まるみたいですけど、ええ、じゃあもうさ、あの、今、30話ぐらいは結構大きくなってるんですか 1>, ?1 歳ぐらいにしかなってないんちゃうかな。あ、そうなんやね。うん、めっちゃ可愛い盛りですね。一、ね、歳。2匹目の子猫も、うん、 あのー、多動買いをする人あるあるみたいな感じ。うん、ええー、もリコさんはじゃあゲームと猫に癒されるというか。まあはっきり言うと、ゲーマー設定いるんみたいな。あ、そういやもうこの話が進んでいくにあたってあ。あ、最初めっちゃゲームしてる感じですけど別にゲーマー設定いらんこないみたいな感じになってきますね。<laughs> そうな今となっては。あ、そうなんですか。はい まあそれは、まあ読んでもらっていいんちゃうかなっていう感じで。うん、ちょっと2話まで読みかけて、おっとってやめましたけど。やっぱり読んでもらったら、ね。いいんですかいや、これ。いいなんか、読みたくなっちゃう。<laughs> と。まあとりあえず猫に興味ある方やったら、読んで間違いなしの漫画なんで。うん,うんうん。おすすめです。はい。はい、お送りしたのは浅田真也と。嫁でした。それでは皆さんまた次回さよなら。さよなら。